こんばんは、満月堂のみょんねえです。今朝の朝立ちチェック、それから JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題やってきてくださったでしょうか。3つの課題の詳細は動画の最後でもお話をしておりますのでチェックしてみてください。さて、今日のテーマはサプリでおっちん力ってアップするのっていうお話です。春にさ、紅麹ってすごいこう世間を騒がせたじゃないですか。小林製薬のホームページでは血液循環の改善とか消化促進などに効果があるというふうにされていました。健康のために飲んでいたサプリで健康被害が起こしてしまったっていうね、この問題なんですけれども、さまざまな種類のサプリって今販売されてるじゃないですか。で、実際に毎日のように摂取しているともね、少なくないはずなんですね。そしておっちんに良い成分をサプリで取っている、また取ろうと考えている人も多いと思うんですよ。今日はそもそもサプリでおっちんはアップするのか、ここをねちょっと解説していきたいと思います。適切なものを適切量摂取すれば、おっちん力の改善にサプリはちゃんと効果は出るようです。しかし即効性はないので継続が必要です。スタート。まずサプリメントっていうのはですね、英語では補助とか補充という意味なんですね。健康食品もサプリメントも法律上の定義っていうものはなくって、健康の維持促進のために利用されているっていうものなんですね。だからこの前のね、紅麹に限らず効果を期待して取りすぎたりすると危険性も増す可能性があるということなんですね。じゃあ、みんな気になるサプリでおちん力は改善するのか、これね、結論から言うと勃起のサポートにはなりうるということでした。確かにサプリは薬ではなくって栄養を補う健康食品なので、 ED の治療効果とか即効性というのはないですよね。ただし足りない栄養素を補うことで勃起のサポートにはなるということなんですよね。偏った食生活によるミネラルとかビタミンなどの栄養不足っていうのは実際に ED の原因の一つというふうに言われています。で、具体的には亜鉛っていうのは勃起をサポートする栄養素の一つなんですけれども、日常で摂取する食べ物で亜鉛が多く含まれる食材ってね、限られてるんですよね。で、そういう感じで栄養バランスを意識しない食生活を続けていって、亜鉛不足になっちゃったっていう結果、それが ED を助長している可能性もなくはないじゃないですか。あと、肉体的な疲労というのも ED の原因になるんですね。一部のサプリには疲労回復を助けるものもあるので、疲労で ED の方にはおすすめかもしれません。はい。じゃあさ、どうやって取ればいいのよ、サプリを。気になるよね、正しいサプリの取り方。継続してサプリというのは摂取することで足りなかった栄養がね、補給されて体質の改善とか男性機能のアップ、ED の予防に取り組むってことができますね。あとは多くの ED サプリというのは天然成分が原料ということが多いので、副作用の心配が少なくって安心して飲むことができるというのもメリットです。バイアグラとかのね、ED 治療薬を使うのはちょっと抵抗があるなーっていう方にも特におすすめです。あとは、食生活の改善。これはもちろん大切です。大切で上で、食事で取りきれない栄養素をサプリで摂取するのがおすすめです。じゃあ具体的にどんな成分取ればいいのか、ここちょっと押さえておきたいですよね。過去の動画でもいろいろ詳しくは説明しているのでチェックしていただきたいんですが、亜鉛、マカ、シトルリン、アルギニン、ビタミンは特に B、これらなどがおちん力を助ける具体的なおすすめの成分だそうです。ということで今日はですね、サプリで本当におちん力をアップするのかっていうお話でした。サプリはあくまでも補助をしてくれるものです。勃起治療薬のような即効性はなく、継続して適量を取ることが大切になってきます。おちん力にとって食事はめちゃくちゃ大事です。そしてその上で食事から取りきれない栄養素をサプリから取るというイメージがいいんじゃないでしょうか。サプリを過信しすぎることなく、まずは運動、食事、睡眠、ね、3つの課題をやっていきましょう。ということで JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって勃起力に大切な男性ホルモンの分泌をサポートしてくれますので、とにかく毎日コツコツ運動してみてください。朝晩
一駅歩く、一駅ウォークなんかもおすすめです。二つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠、今日話した通りですね。で、お食事の中で足りない栄養素はサプリで取ってみてください。こちらのミョンおすすめのエールマカサプリはとにかく継続して摂取することがおすすめですので、最低でも3ヶ月取ってみてください。今なら初回1ヶ月分を500円で購入できるキャンペーンを行ってますので、必ず概要欄の URL から購入してみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。お家帰ってきたらネクタイ外してスーツ脱いで、わーでリラックスしますよね。それと一緒にピチピチのボクサーパンツもふんどしパンツにお家にいる間だけでも着替えてみてください。人気 YouTube 番組令和の虎に出演して虎たちからもそのリラックス具合を絶賛していただいておりますので、動画もチェックしてみてください。ということで、質問お悩みは LINE ください。先行案内限定案内かも LINE からしてるかな。お友達登録してくださいね。インスタ X は私の普段の様子とか切り抜き動画をアップしています。これね、チャンネル登録 YouTube 皆さんもうお済みでしょうか。ありがとうございます。もしまだだよって方いらしたら今すぐチャンネル登録をお願いします。じゃあね、次の動画までの宿題出します。3つの課題やってくること、ふんどしパンツ URL チェックすること、サプリの URL チェックすること、 YouTube チャンネル登録すること、すべての URL は概要欄に貼ってますのでチェックしてみてください。じゃあ次の動画までみんなちゃんと宿題やってくるんだよ。満月堂のミョンネでした。バイバイ。